から何？私たちはできたんだよ。願って、希望を持ってやり遂げたんだよ。遅いな。天才の私には到底かなわないわね。遅い遅い。え？私は天才よ。歴代最強よ。できるのよ。できたのよ。冥王の心臓に負けないはじゃぶね。できるじゃない。できたじゃない。天才だから。できた。できたよ。できたのよ。ビービー。すごいビービー。すごい。天才。当たり前でしょ、ね、歴代最強なめるな。これでいつでもネルゲルとやらを誇りに行けるわよ。準備ができたらランドン山脈の山頂に来てね。それじゃ、行くわよ。はあ。あれは。久しぶりだな。遠い約束。いや。友情に応えて力を貸してやるとしよう。この子は僕と真逆だな。才能はあるのに思い切りが悪いんだ。失敗することばかり考え、一歩も動こうとしないから歯がゆい思いをさせられたよ。さあ、我が一族の力、また存分に使ってくれ。心臓へ向かう前に一つだけお話しさせていただいてもよろしいかしら。冥王ネルゲルはかつてあなたと父祖エルジュが戦ったレイダメテスより生まれいでし存在と聞き及んでおります。すなわち冥王ネルゲルの討伐は我ら四術師にとっても500年越しの悲願。どうかよろしくお願いいたします。じゃあはじゃぶねが動くよ、念じて。どうかお気をつけて、ご武運をお祈りしております。
ついにここまでたどり着いたか。忌々しきエテーネの生き残りよ。やはり貴様たちエテーネの民はこの冥王の野望を脅かす危険な目であったな。だが我が巨匠冥王の心臓に乗り込んでくるとは愚かなこと。貴様がいくら力をつけようとも、この死が支配する世界において我は無敵。さあ早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。ここに来てくれると思ってたわ。ねえ、知ってる？この冥王の心臓って冥王ネルゲルが作り出した死者の魂を閉じ込める空間なのよ。ネルゲルは死者の魂を捕らえて自分の魔力として吸収しちゃって力を回復させてるんだって。レンダーシアの封印以来あいつってばここに引きこもっててさ、今じゃその魔力やばいくらいらしいわ。次にあいつが動き出したらレンダーシアどころかこの世界全部封印されちゃうかもね。でもそれを止めるのがあなたの使命だったよね。うん、私はあなただったらきっとやってくれるって信じてるわ。私の姿を託した人なんだし。あれ？この姿のままでいるの？もう限界みたい。無理してると消えちゃいそう。とにかくさ、私応援してるから。きっとネルゲルのネクラ野郎をやっつけちゃってよね。本物のあいつの魂か。すまなかったな。お前の分までやってやるさ。
Thank you.